令和4年1月1日以降は、実際に受給した日数の合計が1年6ヶ月分に達するまで受給できることとされました。皆様こんにちは。東間社会保険労務士法人の大内です。今回は令和4年1月から改正される傷病手当金の支給期間の計算方法について解説いたします。改正の内容を知らないと従業員が損してしまうことも考えられますので、動画の内容を確認し、ぜひご参考にしてください。そもそも傷病手当金とは何なのかという解説をさせていただきます。傷病手当金は、病気や怪我で働けなくなった場合に一定の要件を満たすと受給することができる給付金です。支給される条件としては、業務外の傷病であること、仕事に就くことができないこと、仕事に就けない日が連続して3日あり4日以上であること、休業した日に給与の支払いがないことがあります。連続3日の待機期間についてよくご質問いただきますが、待機期間には有給休暇や土日などの休日も含まれますので、例えば金曜日に病気になって有給休暇でお休みし、土日も休日でお休みした場合には連続3日の待機期間が完成しますので、翌週月曜日以降にお休みした場合には4日目である月曜日から支給の対象となります。これまでは同一の傷病で傷病手当金を受給できる期間は、支給が開始された日から1年6ヶ月までとされていました。そのため一度お休みして傷病手当金を受給した後、病気が回復したので仕事に復帰し、再度同じ病気でお休みをした場合には、最初に受給した日から1年6ヶ月を経過してしまうと傷病手当金が受給できなくなってしまっていました。これが令和4年1月1日以降は、実際に受給した日数の合計が1年6ヶ月分に達するまで受給できることとされました。これは癌などの病気にかかってしまい、一度治療して復帰した後に再発して再度治療が必要になるケースなどを想定し、そういった場合でも安心して治療に専念できるようにするために改正されたものです。ただし、資格喪失後に継続して受給している傷病手当金については、一度労務が可能になった場合は治癒しているかどうかにかかわらず、再び同一の傷病で労務不能になっても傷病手当金は受給できなくなりますので、ご注意ください。では、支給日数のカウント方法はどのように計算されるのかを解説いたします。まず、これまでと同様に待機期間である3日間のお休みが必要となります。その後、4日目のお休みをした日が支給開始日となりますので、その日から起算して1年6ヶ月後までの暦の日数の合計が総支給日数として確定します。こちらの例ですと、549日というのがこの方が傷病手当金を受給できる日数となります。そこから実際に受給した日数のみがマイナスされていき、これがゼロになるまで受給できるということになります。これまでの期間の考え方ではなく、残りの日数が何日あるのかという考え方になるというのがポイントです。なお、この改正が適用されるのは令和4年1月1日以降に受給する傷病手当金になりますので、令和3年12月31日までに1年6ヶ月を経過してしまった傷病手当金には適用されません。具体的には、こちらに記載されている通り、令和2年7月2日以降に支給開始された傷病手当金が対象となります。従業員の方からご質問があった場合には、このようにご説明していただくと良いかと思います。ぜひご参考になさってください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。毎年のように法改正が行われており、経営者や人事担当者の方が全てを把握するのは難しくなっています。東間グループでは、社会保険手続きに関するご相談や手続きの代行も承っております。また、皆様のお役に立つセミナーやブログ、メルマガの配信も行っております。詳しくは概要欄をご覧ください。今回の動画が少しでも参考になったと思っていただけましたら、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。